次に市庁舎5階南側フロアのフリーアドレス化について発表いたします。本市では業務の効率化や市民サービスの向上等を図るためワークプレイス改善を進めており、今回その取り組みの一環として市庁舎5階南側産業交流部の一部フロアにフリーアドレスを導入いたします。また新年度には8階北側の総務部の一部フロアへもフリーアドレスの導入を予定しております。5階南側フロアのフリーアドレス化につきましては2月中に改修が完了し、3月4日月曜日から使用いたします。このフリーアドレス化により組織の垣根を越えて座席の位置が自由になり、これまで関わることが少なかった職員や他組織との交流が生まれます。先行する産業交流部の産業政策課、産業支援課、商業労政課および交流観光課の4課が一つの空間で業務を行うことで職員間の交流が促進され、新たな発想による創造性の高い業務が生み出される効果を期待しております。また本市はテレワーク先進都市を目指しており、このフリーアドレス化によりテレワークの実施やペーパーレス化、デジタル化といった職員の働き方改革が一層進むと考えております。2月28日水曜日には使用開始に先立ち午前11時30分から竣工式及び内覧会を開催いたします。